どうも、コウズです。本日は10月の14日、土曜日ということで、今ね、新潟にいます。前日のね、日本代表サッカー、の試合を見て、今新潟にいるわけですけど、今日はこれから、東京に戻って、等々力競技場に向かいます。本日はアルビレックス新潟レディースが、ウィーリーグカップの決勝ということで、広島と戦うんですね。で、それを応援に行きます。はい。なので、今回は、新潟から、等々力まで行って、レディースの、アルビレディース応援しに行こう Vlog、やっていこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。轟き着きまして、久々じゃない轟きっていう、そう、かなりね、人いますよ。レディースとは思えないぐらい、結構います。で、スタグルといろんなブースがあって、ちょっと見てみましょうかね。ウィーリーグオフィシャルグッズコーナー、いっぱい、結構あるじゃない。すごい、レディースのブースが結構ありますね。あ、9時あるので、9時はやりたくなってしまうのです、僕は。ダメダメ。すごい、こうやっていろんなブースがありますね。結構スタグルも出てます。はい、じゃあちょっと入場していきましょう。よし、ついこの前も来ましたけどね、轟き、再びの轟き。本日はビーリーカップの決勝が行われると。あ、どうも、あ、どうも、すごい、あ、ありがとうございます。あ、すごい、もらいました、グッズ。すごいね。いや、広島の応援が聞こえるな。あ、でも新潟も結構いる。広島がいて、新潟がいる。すごい。
いや激闘、激闘の様相です。延長後半も終わって0対0、これから PK 戦ですね。試合後感想を取ります特別出演ということでいやー、まあ、PK 4対2でしたっけ、4対2 4-2 で負けて PK 戦で、まあ、延長後半まで行って0対0で、まあ、チャンスがあったんで、まあ、新潟側もあったし広島側もあったし、あのクロスバー叩いたのありますから、そういやどっちが決めとくかっていうのは結局大引くんですよねこれも男子女子問わず、まあ、なのでめっちゃ激闘で、今もう7時28分ぐらいな、7、8分ぐらいですけど、4時キックオフで3時間半経ってますでも初めて僕あのレディースの試合見ましたけど、生で、まあ、プレースピードはやっぱ男子と違いますけど、まあその点が入りそうか入りそうじゃないかのところはなんかやっぱおもろいっすね。あのレディースはレディースでおもろい、いやだからきっかけとしてはやっぱこういう風にカップ戦で決勝出てくるっていうのはめっちゃいいことっすね、結果出るの。ただやっぱね、あの PK 戦外しちゃったの7番の子ですか、ずっと泣いててね、かわいそうでしたけど、やっぱなんか若いんですかあの子は。いやでも、まあ、でも結構もう何年いる。あ、もう結構いるんですか。いやなんかで、まあ、ショックだったんだろうな、まあ、ショックだよな、ショックだよな。 PK 戦ほどなんか自分のせいでってなっちゃうようなのないっすからね。そうそうそうなんだよな。まあでもオシムさんですら PK 戦は見ないっていう人あれですから、まあ、そういうもんだってことですよ、PK 戦は。いやでも今年のアルビはマジで PK 戦に縁がないですね。天皇杯も落とし、ウィーリーグカップも PK 戦で落としてるから、やっぱ PK 行く前に決着つけなきゃいけない。まあ、これも男子女子問わずってことですね。
いやまあでもあの初めて行きましたけどおもろかったっすね、うん、これからもやっぱ寒い時期にね。そうなんですよね。そうなんですよね。女子はね秋春制を導入してるから、うん、寒い時期に結構試合が組まれてますけど、うん、でも今日6000何百人とか入って、うん、やっぱ入ってる方なんですか。入ってると思いますよ。ですよね。去年はだってそれこそ今年はねカット戦あの川澄効果で1000人ぐらい来るんだからビッグさんとか、はいはい、またね陸上私陸でも1000人ぐらい来るけど、はい、去年はだいたい700人とか、あもう4桁切ってたんですか、うん、あでもまあ1000人来るだけあれっすね。去年ね3レッテの試合と同じに当たったことあるんですよ。はいはい。いじみの柴田いじみの出会って260人、あじゃあそれ考えたら3倍5倍効果がありますね。あの広島のめっちゃ足速い子が俺なんて子か知らないけど13番の子ですよね。あ13番でした、うん、いやあの子はちょっとエグかったっすね、うん、ちょっと伊藤純也みたい。そんな感じ男子で例えると、うん、そうあれちょっとずるいわと思いました。まあ、あの僕は12月のアウェー大宮戦は行きますんで、はい、近いんでなんかのきっかけだったらないよね。だけどそうあともしだったら11月の23かなんかにありません。ありますあります。ワンチャン、うん、ワンチャン何かと被ればっていう感じで。ビッグスワンだったかな。確かビッグスワンですか、うん、まあまあ私陸でもどっちでも、うん、そう新潟ですもんね。どっちみちに私陸だったっすか。あ私陸ですか。あなんなら私陸の方がちょっと行きたいまである。久々にあの雰囲気を。いやでもまあおもろかったっすわ。やっぱり行ってみるもんですね。行ってみるもんだなと思いました。またもう僕は少なくとも次の12月のお宮さんは行くので、はい、楽しみにということで、はい、まあこんな感じで、ブログ終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。